こんにちは天板アカデミー堀秀です今日はトラブルについてね、トラブルの対策と。実際トラブル起こってから何とかしようとしてもね、なかなか解決方法は難しいことがあります。まあそうじゃなくてね、トラブル、こういうことやったらトラブルになると、なる可能性があるというのをあらかじめ考えて、まあわざわざね、不要なリスクは負わない、ね。それにリスクに見合ったリターンがない。 ことはやらずに、えー、不要ななリスクを起こさいいというのが、ねえー、鉄則まあ、えー、それね、そこまで気にするんですかと、ねえー、そんなことまでやるんでしょうかというようなね、えー、アドバイスも、えーまあ、人によっては頻繁に、まあ、人によってはね、えー、たまにあるんで、まあ、まず、どういう方針でサポートしてるか、ね、そのサポートをやらずに、普通よくありがちなサポートだとね、どんな問題が起こるのか。 そういったことについてね、ちょっと説明しておきたいと思います。まず、まあ、私、アマゾンがどういうことを考えて、まあ、どういう方向に行きたいか、それをある程度予測して、それは当たってますんで、まあ、想定外のことなど、めったに起こらないと。ね、えー、最近、アメリカアマゾン、日本アマゾンでね、アカウント停止、アカウント削除が頻発してますけど、今までの、まあ、流れを見てきゃ、まあ、当然そうなるだろうと。 ね、えー、予想通りのことが起こっても、まあ予想通りじゃないということでね、アマゾンひどいとか、アマゾンはね、えー、あんまりだというようなね、えー、ことを言ってる人いますけど、まあ甘いなという感じです。えーまあ、サポートでもね、私はまあサポート専門でやってるわけなんですけど、まあ、すごい売り上,上げを上げて、サポート募集のね、売りにしてる人の片手間サポートとね。ね えー、どんな売り上げが多かろうが、1人で実践して検証されていない陳腐化したノウハウであるということが言えます。これ、どういうことかというとね、す、え、で、ー、に実績上げてるということは始めたのは、えー、かなり前の段階、あるいは少なくともね、えー、1年前、2年前、まあ、人によってはもう数年前のことで、でしかもね、えー、その人が1人で実践してるんでね、売り上げが1000万だろうが、1億だろうが、えー、他の人がやるとどうなるかというのが検証されてないと。 まあ、あんまり、えー、再現率高くないんですけど、まあ、世の中にはね、えー、出版社の方とか、まあ、サポートを受ける方を含めて、まあ、妙にこのね、えー、売り上げとか、えー、を重視される方が多いです。ね、まあ、正直、アマゾンっていうのは売り上,上げ上げるのは簡単なんでね、えー、利益率を落とせば売り上げはいくらでも増やせます。で、いくらでも簡単に増やせる、えー、売り上げがね、多かったところで、まあ、正直、えー、サポートを受けた人が稼げるというのは無関係。 まあそんなだからね、えー、まあ簡単なことを想定できないと。ねえー、すごい、すごいね、えー、ベテランでプロで専門中の専門で、まあ、神様のはずが、ね、えー、そんな程度のことも想定してなかったのというようなことでね、サポートしてる人に問題が起こりましたみたいのをたまに見かけますけど、 まあ、それはまあ、普通に使ってりゃ考えには分かりそうなもんだけど、もしかしたらね、もう使ってないんですかというようなね、想定外のことが、まあ、しょっちゅう起こってる。あるいはね、それはイレギュラーなケースだから対応できないということが頻繁に起こる。まあ、これだと正直、その人はすごい売り上,上げ上げたんかと思いますけど、サポートを受けている人の役には全く立ってないというようなね、サポートが非常に多いです。 まあ、それもこれもね、えー、大体まあ、間違いを起こしやすい、頭を使わずに済む判断基準として、まあ、まずみんながやってると。ね、みんなやってますけど、みたいなね、他にも出品してる人いますとか、まあ、例えば禁止商品とか問題商品とかね、えー、出てきたときによく聞く話がみんな売ってると。なんでこの人は売ってて大丈夫なんでしょうか、というのが、えー、よくある、まあ、 クレームというかね、えー、言い訳というか泣き言なんですけど、まあ、みんながやってるのとね、それが安全かどうかというのは全く無関係です。ね、みんながやってる、やってる人がいたって危険なものは危険だしね。えー、まあ、やってる人がいない場合は、えー、危険だからやってないのか、やってて退場させられたかでね、えー、確かにやってないのは危険な可能性は高いですけど、かといってやってるからといって安全なわけじゃない。あと今までやってきた。ね 今まで大丈夫だったから、今後も大丈夫だろうみたいなね、えー。これよくありがちなんですけど、まあ今までね、たまたま大丈夫なっただけで、えー、ダメになった時のダメージが大きくてどうしようもなくなるという点もあります。 あるいはね、家族や友人、知人、銀行員、誰かが進めた、これは直接のアマゾン施設とは関係ないですけど、まあ、世の中の判断基準の一つとしてね、誰かが進めたとか、誰かが言ってたとか、誰かが書いてたというのを判断基準にしているケースが多いですけど、これ3つともね、間違いのもとです。これらの判断基準で取り返しのつかない事態になった例は数え切れないほどたくさんあると。 例えばね、えー、みんながやってるというのがね、よくあるのが、まあ、みんなが避難しないから自分も避難せず、え津波や洪水の被害に遭うと。まあ、これ、正常化バイアスと言うんですけど、まあ、大丈夫であってほしいと思うとね、えー、大丈夫だろうと思って、まあ、他にね、えー、他の人がやってることを見て、あまあ大丈夫だなということでね、まあえー、電車火災で焼け死んだ人もいますし、津波や洪水で逃げ遅れて死んだ人もたくさんいますね。ね えーまあ、リスクがあったら逃げりゃいいのに、まあ、正常化バイアスというのはね、えーまあ、みんないるから大丈夫だろうというなぜかそういう風になるなぜかそういう風になるというかそういう心理がありますこれね、えーまあ、そういう命に関わることまで関係してきますんでねまだ Amazon でねで出品者いるとかいうのはかわいいことなんですけど、まあ、これ、えー、みんながやってるっていうのは判断基準にしない方がいいですあと今まで大丈夫ね 今まで大丈夫でもね、危ないよと言われてるもの、あるいは本来のやり方じゃない方法をやってると、いつか事故は起こります、まあ。つい最近もね、えー、燃える、火花が散る場所で燃えるものを置いて作業すると、ね、それは危ないに決まってるんですけど、まあそれ今まで大丈夫だから、大した事故なかったからといって作業してたんでしょうね。まあ、まんまと事故が起きてお亡くなりになったかと思います。 まあ、これはね、まあ、亡くなった方がいるのを事例に出すのもどうかと思うんですけど、まあ、こういう例は、毎挙にいとまがれないですね。えー、大丈夫だろうというのでね、えー、ダメだったというのはたくさんあります。また、営業前やね、銀行員の言うことを信じて、えー、不動産投資、ね、かぼちゃの馬車。 これ5字ですけど、えー、不動産投資ってね、よくこの投資になることが多いんでね、えー、投資で失敗した人にはこの字を使うんですけどね、まあ業界用語というか、まあ不動産投資でこうなる。ね、カボチャの馬車という、またまたね、ネーミングも意味深いんですよね。まあ、12時回ったらカボチャに戻っちゃうみたいなね、えー、魔法が切れて借金だけ残ったみたいな形ですけど、まあ人の言うことを、えー、判断基準にしちゃうと。まあこのね、えー みんながやってる。今までやってきた。えー、家族、友人、知人、銀行員、誰かが勧めた。ね。あるいは、そう思うとかね。えー、いうのは、まあ、よくある、まあ、この失敗の例ですねでわた。私のサポート方針は、リスクとリターンを天秤にかけて、割に合わないリスクを負わない。これを、えー、モットーにしています。ね。みんなが扱っている商品でも、リスクにあった利益は取れなければ扱わないと。それを割に合わないですね、と。 いうね、コメントをもらった方何人もいると思うんですけど、あのみんなが扱っててもね、割に合わないものは割に合わないです。例えば家電製品とかね、えー、よく扱ってる人いますけど、どう考えても、えー、割に合わない。 あるいは複数アカウントの上なんかだとね、よくこう対策はこうするという話をするとね、そんなところまでする必要はあるんですかと。ね、それは大丈夫だというのをね、どこかで見ましたみたいな形なんですけど、まあ、大丈夫かもしれないけど、ダメだった時のリスクを考えたらね、やっぱ考えつくことは徹底的にやっておいた方がいいと。 あるいは考えつく程度の、ねえー、ことには、えー、きちんと Amazon は対策して臨んでいると思う方が、ね、安全ですからね、えーまあ、この複数アカウントの上なんかだと、まあ、中途半端な対策だと、えー、全く意味なくなっちゃうんでね、えー、そんなことまで気にしそうなのかというようなことをね、えー、言って対策していました。また商品の納品や、ね、サポーターへの質問も、えーまあ、本当にそこまで気にしなきゃいけないんですかと。 いうことあるんですけど、そのね、そこまで気にすることによって得る不利益と、そこまで気にすることによってね、得られるデメリットを考えたら、まあそこまで気にした方がいいですねという場合はね、えー、そこまで気にしてサポートしてる。えー、これら今、まだサポートを受けて、えー、駆け出しというかね、サポート受け出しの方、えー、何を言ってるのかということかもしれませんけど、 後々実際のサポートあるいはマニュアル進めていくにしたがってね、えー、この話が、あまあリスクに見合ったりリターンないからそこ,そこは、この商品は避けるとかね、あるいは、えー、ここまで、えー、心配するのは、えー、その対策はできると。でもし対策をしないで、えー、アカウント削除あるいは商品を、ねえー、売れなくなった時のことを考えたら対策しといた方がいいというのがね、えー、何遍も出てきますし、おそらくその情報は アップしてる人があまりいない情報になります。まして日本語だとね。えー、ただ、す、え、べ、ー、てはこの、えー、リスクとリターンを天秤にかけて割に合わないリスクは負わないというのをね、えー、大前提としてやってるんで、まあ、言ってることだというのをね、えー、あらかじめ説明しておきます。まあ、そんな形で、まあ、リターンに合ったリスクは取るけど、極力リスクは避ける。それから簡単にできること、負担なくできることはきちんと実践して不要なリスクは犯さない。 だからね、えー、想定外のことなど、滅多に起こらないと、ねえーまあ。あらかじめ起こりそうなことをせ想定してね、えー、そのリスクは避けるというのがね、えー、当然、お金をいただいてサポートしている以上、まあ、最低限のね、えーまあ 礼儀というか、まあ必要なことだと思うんですけど、この大前提なしね、サポートを受けたんですけど、どうにもなんなくなりましたというのでね、サポートを受けに来る方がいます。よそでサポートを受けたんだけど、ダメでしたというのでサポートを受けに来る方がいます。こういうね、内容を聞いてるとね、それ本当にその人実践したことあるのかなと。サポートうんぬん以前にね、い,いや、 転売やったことねえんじゃねえのというようなね、えー、ケースがまあまあありますんでね、えー、その辺の、まあえー、なんちゃってというか、まあ、実際にサポートしてなくてね、売り上げがあるのかないのか分かんないですけど、売り上げありますと言ってるね、えー、サポートとは、まあ、全く別物の、えー、サポート専門でね、えー、10年間やってますんで、まあ、その10年間続けられてるというのは、そのえー、不要なリスクは犯さないと。 で簡単にできることで効果があることを積み重ねて利益を得るというのをね、モットーにしてやってるんで、10年間サポートだけでやらせてもらってます。まあ、そんな形で、まあ、想定外のトラブルというのは滅多に起こらない。まあ、きちんと対策する必要があるということでね、あらかじめご説明しておきます。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。